やってくれない。ノリでやってくれるのかなと思って。いやもう勝負入ってから。あ、そうですか。今日仲良くやりしちゃうから。仲良くやりましょうよ。あ、違う、勝負だから。勝負ですか、うん、負けられない戦いやる。今日は負けないですよ、私も。第2回、はい、最弱王決定戦。は私負けてないですから。いやだから俺も負けてないよ、はい、うん、負けたの先生ですから。ティーチャー、はい、あの口だけ番長のやる気はあるけど、口だけ番長、口だけ番長ティーチャーね、はい、今日はですね、はい、今日の最弱王決定戦はこちらです。じゃーん、ブロックス。もうちょっと待ってください。めっちゃボロボロやり込んでません。じゃ箱がね、もう子供だから家でだから子供とね、あの子供が幼稚園の時ぐらいから買って、これをで、はい、あのちょっと頭使わして遊ばそうと思って。え、待って、やり込んでるじゃないですか、佐藤さん。うん、だって俺ね、もう俺の家から持ってきたやつだからね。だって持ってけえへんやん、大体誰だ。俺だって持ってくるかと思って、今日持ってきた。なんかいやいや、だってあれじゃん、自前のやつで負けたじゃん。一番最後になったじゃん、自前のなんか、あのこういう人もやってるんですって。バードウルフね、うん、負けてるじゃん。負けましたね。だ、持ってきたからって勝てるかどうか分かんないから。これ子供でやってて、はい、このブロックス、うん、これを今日、はい、4人で最弱王決定戦、はい、だ勝ち抜けです。勝ち抜けね、はい、ちなみにですね、はい、まあ、初めての方のためにルールを説明するとして、はい、こうまあ並べていくわけですよ。でもね、これをこの1分で覚えられる簡単ルールって書いてあるんで、ね、はい、この角と角とこうずっとつなげていくっていう。最初はでも角を置かないといけないんですよね。そうなんです。一番最初はこの角からのスタートで、でこうか、だからこういう風に面と面が接したらダメっていう、うん、はい、こういう風に面はダメってこと。角と角と、はい、これはね、もう皆さん見ながら覚えてください、はい、ね、袴田さんのお母さんもね、ルールがわからないけど楽しんで見てくれてます。あのペンギンゲームね。そうそうそう。これを今日、はい、ね、最弱王決定戦の第2回ということで、ね、はい、わかりました、はい、絶対負けない、はい、よし。だからあれ、肩書きなんでしたっけ。肩書き、何をやらしても弱いあやはがおらず。で、あ、最弱王ティーチャー。だってね、もう称号。今のところね、うん、そうそう、初代ですか。初代最弱王でしょ。そう。初代ですか、うん、ちょっと青空くんもなんかつけてくださいよ、肩書き。そうだね、はい、何ですか。なんだろう、ボケっとしてる割に負けない。なんか、そうそう、なんか意外とボケっとしてて、なんか負けそうやのに、はい、負けへんねん。ちょっと待ってください、ちょっと待ってだから何をやらせても強い。そう、だから最強、まだ負けてないからね。そうですね、うん、最強チャンピオン。罰ゲーム一回もやってないですよね、友谷里崎。はい、だってこの前、構成さ、台本書く人、はい、罰ゲームさせてたからね。何でですか。うん、あ、そうです。そう、まだ、もう、まあ、多分これが出る頃には出てんのかな、出てないかもわかんないね。こっちが先。まあそれはまだ楽しみに、はい、楽しみにしてもらいたいけど、もう一人のスタッフもまた罰ゲームやってる。あ、そうなんですね、うん、へー。だからね、口だけ番長、はい、最弱王、はい、ティーチャー、はい、今日負けるんちゃう。そうですね、うん、ティーチャーには勝つ。ティーチャーには勝ちますよ。ティーチャーやのに教えれんからね。口だけ達者やねん。だからティーチャーっぽいよね。そうですね、いるじゃん、口だけ達者な、はい、あ、いや、世の中にいい先生いっぱいいますけど、このティーチャーはね、うん、口だけ達者で、あの弱い。だからよ、最初は4人から、はい、で3人、2人で最弱王は決まります、はい、だから、じゃんけん。これはね、これ結構順番が大事なんで、あの右回り、左回りじゃなくて、はい、あの勝った人から順番です。はい、わかりました、はい、最初はグー、じゃんけんぽい。あいこでしょ、あいこでしょ、あいこでしょ、あいこでしょ。最初はグー、じゃんけんぽい。よし、ほら、ボケっとしてる割に今負けんで。ありがとうございます。そうだね、1、2、じゃんけんして。あ、最初はグーでじゃんけんぽい。1、2、3、4ね。だから青空くん、俺、ティーチャー、浜田さん ね、はい、これ順番もかなり大事だからね。で、ちなみにこのゲームの勝ち負けは、この残った、置けなくなって残った枚数のタイルの数が一番少ない人が勝ちです。はい、はい、わかりました。で、ちなみに、あの里崎家で遊んでたんで、はい、ピースが2個足りないかったんで、はい、あの赤の、はい、だからそれは全員平等に抜いてあります。だから本当はあと2ピースあるんですけど、はい、それはちょっと抜いてます、はい、やっぱ平等にしないと、ね、そうそうそう、なくなっちゃったんで、はい、じゃあまず一番角に行きましょう、はい、好きなの角、
まず角からスタートです。あ、これ全員最初に置いていい？そう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 、好きなのをね。もうここから戦略入ってるからね、何を置くかで。あ、待って、どうしよう。ちょっと、佐藤さん大丈夫です？ま、真似していってね。あ、ティーちゃん真似してる。そう、自分の戦略よ。いや、こっからですよ、こっから、こっから。こっから、こっから。あ、青空くん、これブルーだよ。あ、ほんとだ。情熱の赤。じゃあ、最弱の赤やろ。じゃあ、行きます。はい。はい。これどこに行くかもポイントだからね。ガンガン来るね。いきなり。まだそのガンガンの意味があんまりよく分かってない。あー、止めに来たの？いや、そんなことない。手離して終わりだからね。ん？手離したら？もう手離したら置けないよ、もう帰れないよ。あー、そういうこと。ここはもう、高間さん潰しとこ。もう止めとこ。ゆっくり止め、ゆっくり置こう、こっち側は。もうすごいみんな潰してくる。ゆっくり置こう、こっち側は。高間さん本当潰されてますね。そう、私すごい潰されてるの。そんなことないよ、まあ、全然いけるとこある。まだまだです。だってまず、あのね、高間さんのね、こう序盤の欠点はね、はい、攻めてばっかりで守ってないのよ。守ってないです。テリトリーを。青空くん、先生と思って。先生、先生止めますか？うん、僕が多分今一番強いですよ、圧倒的。反応してください。あ、来た、とうとう攻めてきた。とうとう来ましたか。来ました、うん、よし、これにしよう。全部は絶対置けないからね。いいとこ見つけてるね。ありました、あそこに。行くね、行くね。青強いわ。青強い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 。本当に青強い。嬉しい。おお、そこ封じられたか。
うわ、私もそこ欲しい。いいのある、いいのあるね。お、いいとこあるね。これか。使っちゃう。ふう、見つけた。そこにします。そこ。俺はもういけるのがほぼなくなってきたんだよね。私多分もう置けないんですよね、1しか。佐藤さんのせいで置けるとこはないんですよね。なんで俺のせいなんで俺のせいやろ。じゃあ、私まだ守備がよく分かってないんだよな。まあいいや、じゃあこの辺に置いておきます。はい、私はこんだけ余りだ。じゃあ俺もこれとサスタの駒を見たら、意外と考えてるの。私全然人の駒なんて見てなかったよ。俺はここに、あ、終わった。お、先生入んないですよ。面が危ない危ない。面が、あー残るな。そこに犯さないよ。あ、起きた。うん、これしか送れないんだよね。うん、ないね、さすがに。どこも。そこ狙ってたの。これもナッシング。私も同じですもん。置けるよ、一つ。なるほど。うん。どこでもいいですもん。うんうん、そしたら、あれ、1位が一緒になっちゃう。そうだよ。じゃあ、はい、勝負は運だね。じゃあ、じゃんけんじゃったあれだから、あれにしよう。色で決めますよ。うん、じゃあ、バーってして、袴田さんに1個選んでいただいて。え、これ、負けを選ぶんですか？いや、どっち選ぶ？勝者を選ぶ。当たった方の色が勝ち受けです。勝ち、はい、青、青か赤。じゃあ、もうこっち、こっちが勝ち、こっちが勝ち、勝ち、青。ありがとうございます。いや、ティーチャーはね、やっぱ最弱王2冠になってもらわないといけないので。青抜け。最初はグー、じゃんけんぽい。最初はグー、じゃんけんぽい。熊さんから好きなとこ行っていいんだよ、好きなとこ。はい、さあ、準決勝だからね。準決勝、準決勝、はい。なるほど。難しい。どこに置けばいいの？これめっちゃ無言になるね。置けないでしょ、みんな。置けないでしょ、それはもう。もうそれは置けないでしょ。きつい。もうまっすぐしか置けないって。きつい。もう負けなんだから。きつい。確か1個しか置けないか。もう置けないから。1個しか。確かに大きいのいっぱい残ってるんだ。2個置けるやん、2個置けるとこあるやん、1つ。これは俺負けた。
そこにそれでっかいの置けたんだよ、ずっと。あ、ここに置けたのか。うん、ここにね。あ、ここか。あ、なるほど。おお、はい、こういう場合どっちが勝つんですか。だから引き分けだから、だから引き分け、だからくじ引きだよ、ね、引き分け。この試合の勝者は俺が緑、私が黄色。いきます、こっち。はい、やったさあ、いくよ。うわー、テンション。レディースエンジェントルメン、第2回最初候補決定戦。すいません、地上波ですか。え、この番組地上波ですか。何ですか。地上波ですよね、これ。何ですか。赤黄色コーナー、いつも張り切ってるけど空回り、ティーチャー。うわー、イエステイチャー、イエステイチャー、イエステイチャー。ブルー&グリーンコーナー、いまだ負けなし、意外と頭もいい、トモヤ里崎。今日は負けるところが見たい。そうですね。さあ、ファイナル。よし、じゃんけん。はい、だから俺はここ、ここ、先生はここと。はい、OK です。どっちが先か、最初に、じゃんけん。先生から、じゃあいつか、うん、一気入魂。意味わからんって買ったらファン増えるやろな。ファン増えるも減るもいんのか。全然知らないですけど。そもそも論として、いや、なんか先生ファンがいるって噂なんですけど。らしい。そうなん、はい、いるんですよ。なんかツイッター上に先生ツイートをめちゃくちゃしてる人がいるらしいです。そうなん、はい、そのうちファンレター来るんかな。それ違う先生だったら恥ずかしい。自分の先生だと思う。ファンレターお待ちしてます。先生意外と良くないな。普段通りですよ。決勝残りたかったんですよ。エンターテイナーなんで。どういうこと？どれにしようかな。これじゃないんだ。話してないからね。ふう。ティーチャー今余裕こいてますね。余裕ですよ。普段通りです。すごいティーチャー目で訴えかけていますよね。目かわいいでしょ。知らんわ。集中声優でね、よく言われるんですよ。青ね。作戦が狂った。どういうことやねん。なんかね、思ってるけど、僕のね、心の中であそこ置きたいなと思ってるところがバレてるんよ。先を読んでるから、ね、すごい。だから目線合わせへんとこ思う。なんで分かるんやろと思うんですよ。緑、でも佐藤さんも意外と置けるとこ少なくなってはしてるから、そういう隙間に来るところがすごいな。いや、俺思ってん、これ何気にモロハの剣やね。うん、そうなんですよね。自分の首絞めますよね。そう。であと5マスってなかなかないから、うん、まあ、最初に使った、そう、端で、うん、うまく使うと本当にブロックになりますよね。そう、でも結局それをなんか最後面が多くなるから置けなくなるのよ、うん、その一帯に、うん、赤は残ったんですね、まだ
赤だってもうそれ置くとこないやろ。いや置きますね、置き、あ、あと1個置けるとこあるね。置きますね、うん、あるあるある。もうチクのしか置けないんじゃん。そう、もう2とかしか置けないかも、うんうんうん、あんぱに置きに行くしかないか。あ、もう結構苦しいですね。でもこれ置くから。あこれで5が置けなくなっちゃった。もう置くとこ、うん、ないからね。そしたらもう5は残るから。残りますね。面白いっすね。さっきこっち潰しとかないと佐藤さんに大きいやつ置かれるのになと思いながら。置ける場所あった。今5を受けたのに、4じゃなくて5を受けたのにそれ言っちゃダメなのよ。いやもう置いちゃったからヒロ、あれどうしようかな、うん、次俺、青はもう結構きついからね、うん、ここだな。どこに置こう。大丈夫だ。そっちいいですか。いいっす、話さんで。ええって言ってるよ。ダイヤ。俺ここ行くから。次。ああ、え、そしたら、あ、まあ、佐藤さんもそうですね。こうくれてくるでしょ。次、黄色よ。きつい。なんで俺こんなとこに置いたね。でもこれがなかったら緑こっち行ってるからで。まあまあそうなんですけどね。で次青。青はもうこれだね。ここらね、うん。赤。赤もう終わりだね。赤そうですね。うん、うん、うん。赤終わり。終わり。で、でこれをここで置くの俺は。ここ。黄色も終わりかな。黄色終わりじゃないですか。うん、で俺はこれをここに置こうと思ってた。あー、第2回最弱王は結局口だけ番長ティーチャー。イエスティーチャー、イエスティーチャー、イエスティーチャー3連発。はい、今日も負けました。ハンユティメンタルめっちゃ弱いな。いや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 、怖いっさー。震えてるもん。ミスター、俺これ勝ててたら、俺途中まで絶対勝てると思ってたんですよ。すごい良かった。めっちゃ勝てると思ってたんですよ。でもそこでそこを食うかっていうのは何回も上から見てるのありましたね。でもこれ本当に言えることが一つだけあります。何？里崎さんに置くとこ全部見抜かれてる。これプロ野球選手の方々聞いてますか。バッター陣苦労したでしょ。バッチャー里さん苦労したでしょうね。はい、ということで罰ゲーム。先手取りだよ。はい、ということで、させていただきます。ショートコント、出席。佐藤くん、はい。袴田くん、はい。ヘイビルハウスくん、はーい。笑ってるやん。よし！イエーイ！2連覇、2連覇、俺は2連覇だぞ。See you!